ヒメジカは、スズキモク、スズキアモクの海分類群の一つである。暖かく浅い海に適応した魚で、鮮やかな体色や化学仮面に2本のアゴヒゲがあることなどを特徴とする。全世界の段階に分布し、6族、66種が分類されている。うち日本近海産は3族、22種である。南西太平洋産ヒメジ族の一種は成長しても、 全長1 0トルに達しないが、最大種の大筋姫路は、全長6 0トルに達する。体は、側平たし、大型種では、背中側が高くなるものもいるが、腹側はあまり下に突き出ない。二つの背びれは明らかに離れ、第一背びれは6から8棘状、第二背びれは8から9難状からなる。体色は鮮やかで、種類によって異なる。 また同じ個体でも昼と夜で、体色や反問が大きく異なる。死ぬと、体表の模様が変わる種類もいる。口は、頭部のやや下側に偏ってつき、下顎に2本の顎髭がある。英名語とフィッシュはここに由来し、日本でもおじさん、沖縄姫路といった顎髭にちなむ、標準和名をつけられた種類が存在する。全種が暖かい浅い海に生息していて、 特に産後礁で色鮮やかな大型種が多く見られる。稚魚は海岸の波打ち材に出現し、寄水域に入ることもある。生魚は海底からあまり離れず、氷層、中層に上がることはほとんどない。食性は肉食性で、主に甲殻類、多毛類などのベントスを捕食するが、大型種は遊泳性の小魚を捕食することもある。餌を探す際は顎ひげを忙しく動かし、 海底やサンゴの枝の間などを探る動作を行う。アゴヒゲには未来に似た感覚器が並び、潜んでいる小動物を探し当てるのに役立っている。中型、大型種は各地で食用に漁獲される。また、鮮やかな上に変化する体色から、スクーバダイビングや水族館において干渉の対象にもなる。ありがとうございます。